朝鮮ブナは、鈴木目オスフロネムス科の淡水魚の一種である。別名、地震舟、陶魚、全長5から7センチメートル。体は、側平たしている。背びれ、尻びれの規定は長い。尾ひれの公園は丸みを帯び、災害公園に青色ムラがある。産卵期のオスは、背びれ、尻びれ、尾ひれが著しく伸び、すべてのヒレが、青の美しい婚姻色となる。 中国の長江以北アムール街南及び朝鮮半島西部に自然分布している。日本国内では新潟県、長野県、茨城県、岡山県などに生息している。1914年に朝鮮半島から移入されたが、1917年に飼育個体が洪水によって流出した。1937年の調査では南東北から 岡山県にかけての12都県で生息が確認されたが、その後都市化や補助整備により生息数を減らしている。本種は水田や溶水路、平野部の池など、止水化流れが弱い環境に生息している。口述するように水面に巣を作る性質があるため、流れが早い川などでは繁殖が難しい。繁殖期は6から7月。オスは、 浮き草の間に口から泡を出して、巣を作る。オスと、メスは腹を上にして、産卵、縫製し、卵と稚魚は、オスが保護する。本種は、ベタや台湾金魚と同じように、ラビリンス器官を持ち空気呼吸ができるため、溶存酸素量の少ない水でも生活できる。食性は主に、動物プランクトンや赤虫、糸ミミズなどを食す。観賞魚として飼育されている。 流通量は多くないが、捕獲個体の他に繁殖個体も市販されている。ありがとうございます。